はい、フローチャート漢方薬治療2ね、今日はページ50、便秘には大腰肝臓等というものを説明します。症例は47歳の女性、中肉中背、時々便秘で頓服的な漢方薬を希望、大腰肝臓等を適宜便秘時に飲むように処方した。最新時、頑固な便秘の時、大腰肝臓等を飲むと気持ちよく排便があると喜んでいる。毎日飲む必要はないと言っている。大腰肝臓等は大腰が 4g、ね、肝臓 2g、2種類の生薬が載っています。生薬ポイント、大腰肝臓等に防症を加えると腸異常気等になる。大腰肝臓等は大腰と肝臓の2種類の生薬からなる。漢方薬は生薬の足し算にて基本的に2種類以上の生薬が含まれている。最大は18種類の防風通称酸です。つむら保険適用漢方薬剤では1種類のものはない。2つ以上の抗生生薬、すいません、2つの抗生生薬からなるものは、大腰肝臓等のほか、芍薬肝臓等68番と桔梗等138番、桔梗と肝臓です、の3つです。生薬1つのものは独人糖、ね、朝鮮人参だけ、将軍糖、大腰だけ、肝臓糖、肝臓だけなどがあります。で、肝臓糖は保険適用漢方薬もあります。レベルアップ、生薬数が少ない漢方薬はすぐに効くが、漫然と飲んでいると耐性ができやすい。生薬の多い漢方薬はゆっくり効き、体質を改善し耐性ができにくいというイメージである。大腰肝臓等は飲み続けると効かなくなることがあるので、連日飲むときはマシニンガン126や順調等51を使用した方がいい。大腰肝臓等の保険病名は便秘症で、マシニンガンや順調等、また腸異常気等は便秘が保険病名です。便秘症と便秘ね、なぜ違って何故、ね、分けてあるのか僕は未だに分かりません。まあ、つまんないことが気になります。まあ、ページ50、便秘には大腰肝臓等というフローチャートの説明でした。はい、以上です。